じゃあ乾杯しよう。結婚おめでとう。乾杯。さあ、今日付けで家庭持ちの豊川は俺たち対駐在員青年会から永久に追放だ。何言ってんだ、まだ何ヶ月か残ってる。だからなんだよ、婚約者が来るまで独身のふりするってのかよ。ひてえやつだこの盗人が。見たか、あの笑顔が俺の女たちを片っ端から奪ってったんだよ、高校時代から。3ヶ月どうやって我慢するんだ。我慢しなきゃな、愛してるから。聞いたかよ、あの嘘に数多くの俺の女たちが騙されてったんだよ。そいつらがなんでみんなお前の女なんだよ。世界中の美女たちはみんなお前のものなのか。どうして来ねえんだろう。誰？俺の女。また始まった。どこまで行くか見てようぜ。いつも始まりもしないうちに悪くせに。この女は違う、まるで女神だよ。言葉じゃ表現できない。あの女が通るとみんな息が詰まってぶっ倒れちまう。モーゼの奇跡のようにバタ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 。俺たちは崇拝すべきだよ。前に一度ブラジャーをつけずに来たことがあるんだけど、乳首がだな、このツンと突き出た乳首がだな、あれは芸術だった。席がないわね。ここへどうぞ。おい、紹介しろよ、紹介。こちらは真中東子さんと言って、で、こいつ、名前なんだっけ。乾杯しようね、乾杯。ビールでいいですか。すいません。じゃあ結婚おめでとうってことで。誰が結婚するのかしら。こいつです。おめでとう。乾杯。乾杯。乾杯。新聞見ました。アメリカが撤退するそうですよ。何が？ベトナム。知りません？アメリカが負けたんですよ。日本も負けたじゃないの。